こんにちは。ちょうど眠たい時間だと思いますが、どうか前を向いていただけると助かります。はい、初めましての方も多くいらっしゃると思いますが、株式会社ドリームハイブの山本と申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、今回はですね、イコープロジェクトでもモバイル、大丈夫ですね。今回は移行プロジェクトでもモバイル開発でも必須、今から間に合うデータモジュール活用法ということで、弊社ドリームハイブというのは IT 系のコンサルティングとシステム開発をメインにやっている会社は、まあ、企業なんですけれども、その中でですね、システム開発をやった中での、出てきた、まあ、事例などをもとにですね、こういうふうに作らないと後で大変だよね、で実際にもう作っちゃったという場合にはどうすればいいかっていうような、ヒントをなるべく漏れ込めるようにですね、作らせていただきました。はい、で、デモがいくつかあるんですけれども、まあ、その前にちょっとこういうふうに作るべきだって、ある程度べきだのみたいなものを行った後で、その後ですね、デモを、ラットスタジオによるデモをお見せしたいと思います。はい、ではですね、アジェンダなんですけれども、まあ、初めにデータモジュールとは、あとデータモジュールを使っていないとどうなる、あと使った際の利点、こういったものをお話しした後、データモジュールの再入門とか初めての人向けとやっちゃった人向けと、あとは注意点、まあ、その他的なチップスをですね、取り込み、まあ、まとめに向かっていくというような感じでやってます。でいつもここに私自分の自己紹介のスライドを挟むけども、今回忘れちゃいました。後でサイトでも見てください。はい、ではですね、初めにの方から移ります。まずデータモジュール使っていますかということなんですけれども、使ってすでにいるという方ってどれくらいいらっしゃいますでしょうか。3分の1、 40% ぐらいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でこのデータモジュールなんですけれども、そもそも論のお話なんですが、これデータモジュールというのは非ビジュアルコンポーネントのコンテナです。なのでデータアクセスコンポーネント、名前がデータモジュールなので、データ関係の、コンポーネントを置くものばかりとよくなるんですけれども、実際にはですね、この隠蔽集中管理することができるものには、例えばタイマーとかそういう本当に非ビジュアル系だったら何でも OK っていう、実はコンポーネントなんですね。なのでこれを使って、どのように開発を楽にすればいいのかっていうお話をしたいと思います。はい、でこれ使っていないとどうなるかというと、もちろんアプリケーション開発そのものはできるんですけれども、このフォーム上にもうペタペタする、まあ、これが一番ラットスタジオのいいところなんですけれども、こればっかりやってると UI 変更に巻き込まれちゃったりとか、システム拡張するときに困ったりだとか、まあ設計変更というのはやっぱりどうしても入ってきますので、こういった場合に困ってしまいます。まあ本当にデータベースの設計変更が入るとかなり死ねます。はい、でこれを どれだけこう、ね、楽をできるのかっていうのを、ラットスタジオを使いながらでもできる方法について学びたいということですね。はい、で問題が起こるケースの具体例として、もう一番はもう要求変更です。せっかく皆さんがこうこれでいいというような仕様を作ったとしてもですね、実際にはこう複数の PC から見られるのは当たり前だのみたいなことを言われたりだとか、社長がこうウェブが主流らしいじゃんみたいな一声で、でもあんたあんま見ないでしょみたいな、そういうことがあったりとか、するわけなんですが、これもやっぱり対応しないといけないと。でさらにですね、最近流行りのモバイルアプリに対応しろっていうオーダーが入ることなんかも多分かなり多いんじゃないですかね。実際さまざまなこう DB 使うものだったら大体当たり前のように入ってくると思います。はい、でこのプログラムを作る上で何が問題となるのかってなると、まあ、ちょっとハイライトしておいたんですけれども、複数クライアントの同時アクセスをまず想定しなければならない。まあ、これが大前提ですね。そして、その場合、クライアント環境が複数存在することになる。これは今までは Windows だったら Windows のバージョンとか、まあ、関連する DLL とかの配布についての問題だとか、こういうもので済んだんですけれども、今はもう Android デバイスとか、iPhone、iPad、まあ、これから Windows Phone といったタブレットや、スマートフォンデバイスが当たり前のように増えてきているので、その複雑多岐にわたる量というのはとんでもないことになっていると。そして当然その複雑になった分配布が難しいわけですね。そして、さらにはバージョン管理が伴ってきますので、こういったものどうするのかと、
であと社内サーバーに社外から直接アクセスできないようなやっぱりある程度大手さんの企業とか、まあ、昨今のセキュリティ関係の事情を考えみるとですね、中継サーバーがどうしても人になってしまうパターンなんかもあります、はい、そして、社内外間のネットワーク負荷が増大するとか同時接続数の問題が発生するとかっていうのがありますが、まあ、ここら辺の具体的なサーバー環境のお話っていうのは、まあ、クラウド側に任せるとしてもクライアント側をどういうふうにつくのかで、Azure とか、いつの、サーバーを使うクラウドの、パーズ環境を使う場合でおいてもそこにどういったロジックを置くべきなのか、ここら辺が多分設計の悩みどころになってくるんじゃないかと思います。そして、まあ、大切なので何度も言います、思い出しましょうと、データモジュールは非ビジュアルコンポーネントのコンテナで、例えばデータアクセスコンポーネントを隠蔽集中管理することができる。でこれって結局何をするかというと、ユーザーインターフェースとビジネスロジックを切り分けるということをしましょうということなんですね、はい、でこれ概念としてはたくさんの開発者とか、まあね、いろんな方が言ってるので、うん、そうだよねっていうのがあると思うんですよ。だから実際にじゃあ自分が今使ってる言語でどうやんの、今使ってる環境でどうやんのってなるとハマる方が多いんじゃないかなというところでしょうか、はい、で一応利点から先に説明させていただきます、ユーザーインターフェースとビジネスロジックを分離させる利点としては、もう何よりもテスト範囲が、まあ、狭くなる、まあ一特定されるってことですね。ユニットテストなどが変更された箇所のみで良くなるので、UI に、まあ、関わるものは UI のみで、データモジュールのみに関わるものはデータモジュールのみでということで、昔の、まあ、プロセスオリエンテッドアーキテクチャとかデータオリエンテッドアーキテクチャ今でも全然残っていると思うんですけれども、そういった部分に対する、テストコースが狭くなること、あと分離することによってユーザーインターフェースが完全に、分かれますから、マルチデバイス開発、まあ、先ほどの Android、iPhone こういったものと、いうのが UI だけをですね、作ればいいことになるので、UI のみの処理に集中できるというようなメリットも出てきます、まあ、特にラッドスタジオでは XE7 からですかね、Fire UI が、搭載されまして、マスターのデザインから派生したデザインを複数作ることができるようになりましたので、これを利用するのも良いかと思います。というかめっちゃ便利です、はい、そして、分離するのももちろんいいことばかりではなくて、注意点としては詰め込まないということですね。UI の操作処理なのにビジネスロジック側に組み込んだりする方やっぱり多くというか、実際に私もマイグレーション案件とかでこうなんだ T テーブルが140個ぐらい貼り付けられたフォームを見た時にはだいぶどうしようかと思いました。正直並べるだけでもすごいじゃないですか、140個 T テーブルあると。あれしかも少しも被らないように横ピタッてひっつけてるんですよ。でガーッと横に並んでてそれが何列もあるっていうね、なかなか激しいフォームがあったんですけれども、まあ、そういうものを作らないようにしましょうっていうことですね。でよくよく見てみたらほとんどスタートプロシージャー読んでるだけで、その読んでるところになぜかUI のロジック入ってて結局分離できないみたいなね、そういう問題とかもあったりしました。はい、うん、大変でした、でですね、あと共通化できるところとできないところの切り分けとかの話と、あとインアウトですね、まあ、入出力はきれいに分かるようにしましょうっていうところでしょうか。はい、まあ、ちょっと詰め込まないとかぶっているんですけれども、コンポーネントを貼りまくってしまうとですね、データベースのテーブル前にやっぱり置いてしまうと、その分だけアクセスすることになります。特にマルチデバイスでアクセスするときにはとんでもなく負荷が高くなってしまいます。で最近SaaS とか PaaS とか出てくるんですけど、あれって稼働コストじゃないですか、データベースへのアクセスコストじゃないですか。つまり作りが悪いプログラムをクラウドに持ってくると課金が増えるという、そういうデメリットもあるわけですね。なので、シンプルで、軽いプログラムっていうのは今後クラウドに持ってった時にも結局のところコストが安くなるっていう、そういう提案もできるんじゃないかなとうちは思っていまして、まあ、プログラムはなるべく軽く作りましょうというような結論に至ってます。はい、で T ペケペケクエリーを使うっていうのは何かというと、今さっき言ったね、T ペケペケテーブル系、要するにテーブルの全データ読み込み書き込みっていうのを使うコンポーネントを残しちゃうと、やっぱり全データを参照するので遅いです。
なので必要なデータのみにアクセスできるようにクエリ、SQL をきちんと書きましょうということですね。他にも ER スタジオとか使ってパフォーマンス分析とかする方法なんかもありますので、それはちょっと別のセッション見ていただいてですね、設計を見直すっていうのに利用いただければいいかなと思います。はい、そして、これデータモジュール使っているとこんな風に幸せになれる。 UI 変更の時、システム拡張の時、設計変更の時、さっき大変だって言ったところが全部幸せ部分に変わるわけですね。で、最初からですね、データモジュールを使っておけば少ないダメージで済むっていうのがこれ理想形なんですけれども、やっぱり作っちゃってあるもんはどうすればいいのかっていう話にはやっぱりなってしまうので、そういったお話も入ると。はい、とにかく UI とビジネスロジックを分離していると素敵なのですというところだけ頭に入れていただければ、動作イメージをつかんでみましょうというところで、実際の作るものについてお話しいたします。はい、ちょっと字ちっちゃくなっちゃったんですけども、データモジュールによる拡張しづらさの緩和についてのスライドです。で、これ1層から2層3層へっていうふうに分かれていく中で、今回はちょっと2層系のアプリケーションに近いものをちょっとご紹介したいと思います。で、単層というのはもうデータベースもビジネスロジックももうデータ関係のモジュールも全て1個のフォームの中に埋め込んじゃう系ですね。フォームというかデータベースそのものも埋め込んじゃってるので、そのデスクトップデータベースアプリケーションということで、こういうタイプのものを作ってられる方も決して少なくはないと思うんですよ。はい、ただ今後っていうのを見据えた時に、何かしらの改修のタイミングとかで変えていただきたい部分、それはまずどこかいいかっていうと、データベースの部分はきちんと DB サーバーに分けましょうっていうのが1点目ですね。で、デスクトップアプリケーションにするためにはビジネスロジックと UI とTTable、TQuery といったデータモジュールの部分できちんと分けるということ。そしてこれができていると、今後のクラウドなどに持っていくときに技術的にはデータスナップサーバーというものが RAD スタジオには搭載されていて、データスナップを経由することによっていわゆる REST とか JSON といった形式でデータのやり取りをネット上にあるサーバーからやり取りすることができるようになります。はい、でウェブ系のアプリ開発なんかやってられる方だと、ですかね、クライアントって、なんだ Windows じゃないとまずいのとかいろいろこう疑問が出てくると思うんですけれども、要は、仮想環境で今は CPU コストをマシンコストを少なくですね、マシンインスタンスですね、Windows サーバーとかを立ち上げて利用することができます。例えば Windows Azure のようなものとかですね。はい、で午前中のマルコのセッションで Azure に直接接続できるコンポーネントを今開発中だっていう話だったと思うんですけれども、でああいうものがリリースされることによって多分データスナップサーバーとかの拡張なんかも容易になるんじゃないかなと私はちょっと期待をしているところですね。はい、ちょっとないものの話してもしょうがないんで、今日は、ありものでお話しいたします。はい、そして、データモジュールによる拡張しづらさの緩和、UI っていうところでですね、よく言われる IaaS とか PaaS、インフラストラクチャーとか、プラットフォームアザーサービスと呼ばれるもの、これらがサービスする範囲というのはあくまでもビジネスロジックとデータレイヤーの置く部分のみなんですよ。なのでじゃあクライアントレイヤーとなる実際のデスクトップアプリケーションとかモバイルアプリケーションでどうするって話になった時、これを一貫して作れるのは RAD スタジオなんですよっていうのが、打ち出したい、エンバカデドさん的に一番売りたいところだというところですね。で実際ビジネスロジックのレイヤーって皆さん何で組みますかねと。もちろんドットネット系とか PHP 系とかいろいろあると思うんですけれども、一番のポイントってクライアントに持ってくる時のやり方ってすごい悩みませんか。うちは正直今でも悩む部分あるんですけれど、 XML ウェブサービスとか使ってしまうと使うとすごく便利な反面、動作コストがあるんですね。結構高いんですね。なので、シンプルなというか一般的なデスクトップで使うようなシステムだったら問題ないんですけれど、大量にデータをやり取りするようなシステムを、XML ウェブサービスのみで作ろうと思うと実はかなり重たい。で重たいというのは結局 UI の、 そのデスクトップマシンとかモバイルマシンの速度に関係なく遅くなってしまうという問題を抱えています。
だそういう時にデルファイが直接ビジネスロジックレイヤー組んでてクライアントアプリもネイティブで組めるってなると、そのストレスだけでもだいぶ減ることができるっていうのが今のところは出てますね、はい、なので、そういった意味でもですね、作りやすいのではないかということと、逆にすでに世の中に出ているビジネスロジックの、何かしらの検索、今回 JSON を使ったサンプルを1個お見せするんですけれども、すでに XML とか、JSON でデータを参照させてもらえるサービスっていっぱいあると思うんですよ。でそういったサービスを使う上でもですね、Delphi のアプリを作るときにはその JSON を直接、データセットに、Delphi で使えるデータセットに変換してくれるモジュールがついてきています。なのでこれ使わない手はないですね。すでにあるビジネスロジック作っちゃった、 Java とかで作っちゃったっていう場合でも、それ使うだけでマルチクライアントに拡張することができるっていう、そういうメリットもあります。はい、そしてもう一個が、BDE から FireDuck へということで、この会場の次のセッションでですね、FireDuck をオンメモリで扱うっていうセッションを、されるので、そっちと合わせていただくと多分理解がさらに深まるんじゃないかなと思うものが、これですね。もう T テーブル、 T クエリ、いい加減 BD のコンポーネントはやめましょうっていうか、 XE8 だと動きませんと、これをどういうふうにするかっていう部分と、そして、やっと出てきました、拡張しやすい構成の例というのは何かというと、理想はですね、変更数ゼロ、コードの追加のみで機能追加できるっていう、いわゆる、なんだ、オブジェクト指向の目指すものですね、オープンクローズドプリンシプルっていうやつですね、これをどういうふうに実装すればいいのかっていう話ですね、はい、でこれ具体的にはデータモジュールを使うっていう話で、クラスだけじゃなくて例外処理などもカプセル化してしまうと、構成としてはズレがなくなると思います、はい、そしてデータアクセスコンポーネントのアーキテクチャ変更をあらかじめ中間に挟む、これは具体的にはデータスナップサーバーとかを入れたりとか、そもそもデータの取得そのものを直接行うんじゃなくてですね、中間層としてのロジックを組み入れるということで、これもちょっとデモの中でお話ししますということと、あとはメソッド内でオブジェクト参照の付け替え、1個前のデータアクセスコンポーネントのアーキテクチャ変更とかっていうのと、絡んでくるものだと思ってください。ちなみに左下のちょっとこうだけコードを出したので、これなんかがちょうどオブジェクト参照の付け替えってやつですね。はい、C とか C++ のポインター系の言語を使っている方にはすごく馴染みがあると思うんですけれども、これ今お見せしているのは T メモ型の前メモクラス、変数を用意してますが、要はこれ参照変数じゃないですか。なので実際に今使われているメモ1っていうものがフォームに貼り付けられているのであれば、一番最初に前メモっていう新しい参照変数に参照先にメモ1を追加しましょうよっていう話ですね。そうするとプログラム的にはこれ前メモって書いてあるものがメモ1メモ1メモ1ってこう連続しているようなプログラムがあった場合って、メモ1の名前だけですごい大変ですよね。それリファクタリングありますよ。リファクタリングで名称変更できますけど、それをやるよりもあらかじめプログラムの方で自分自身の参照の付け替えとかをしておけば面倒くさくないじゃないですかと、こういうような設計とか実装をきちんと共有しましょうということですね、はい、そして構数比較として一応結論付けておくと、規模と単層2層の場合と3層多層の場合っていうところで、設計製造テスト以降拡張ってなった時に、どうしても多層化するとですね、設計とか製造のコストは上がっちゃうんですよね。なんですけれども、それ以降の移行とか拡張の時に工数が減るっていうのがあります。だからよほど短期で使うシステムでもなければ、こういうふうなあらかじめ多層設計っていうのをしておくのがいいんじゃないかというようなお話ですね、はい、でさらにマルチデバイス対応にも便利だということで、今 RAD スタジオには大きく VCL と FireMonkey という UI 関係のコンポーネントがあるわけで、コンポーネントセットがあるわけですけれども、ビジュアルコンポーネントライブラリを使った Windows アプリケーションだけでなく、 FireMonkey を使った、Windows や Mac、iOS や Android といったモバイルアプリケーション、これの開発にも有用だというお話です、はい、
ではデータモジュール最終入門ということで、どんな風に作って使うかっていうのを、まあ、ここからデモします。初めての方向けに新規に作るものを見ていただいた後、まあ、それをベースにですね、データモジュールを使ったものへの変更方法なんかを、お見せするので、これがまあ多分皆さんの一番気になるところなんじゃないかなと思います。で、今回はちょっとだいぶシンプルに、だいぶシンプルに使う、デモを作りましたので、例外処理とかが若干足りません。なんですが、まあ、あの方向性というかこういうふうに変えればいいんだっていうのを見ていただければと思います。で、最終的に作るものをいくつかあらかじめお見せしておきます。いくつかじゃないや、まず XML データを使った、参考ですね。で、これ今こういうふうに書いてあるんですけど、あのデータモジュールを初めて使う方、これね、一回 XML データを使った、データの挿入とかを見ていただくとすごく認識がしやすいんじゃないかなっていうのがありますので、これを使わせて、いきます。これ最終形ですね。最終形で、ちょっと途中途中挟みますね。よいしょ。では、はい、はい、今回作るのはですね、まず大元となる XML データというのは、まあ、こんな感じで、まあ、データベースに入っているデータがありますよというものですね。ちょっとちっちゃいかな、うん、こんな感じで、あのデータセットが、まあ、データが入っているような状態のを使います。データはダミーです。はい。で、じゃあ実際に作り方としてはですね、はい、新規プロジェクトの追加ですね。はい、今回作るのはマルチデバイスプロジェクト用に FireMonkey で作りたいと思います。で、空のアプリケーションを1個作るんですが、そっか、画面見せればいいんですね。あの最終的に作りたいのは、あの左側に、画面の左側にリストが一覧があって、それの詳細を画面右側に見せるというものです。そして上には検索用のテキストボックスを1個配置していて、この、検索用のボタンを押したらば、検索を実行するというようなプログラムだと思ってください。はい、はい。で、今これウィンドウが出てきていると思います。で、ここで作るのがですね、よいしょ、まずですね、ツールバーを1個配置します。エディットを置いて、ボタンを置いて、ちょっとずらして、ちょっとボタンの、タブ、テキストタブ、オルトアットマークで検索切って、エンター、はい、検索と。で、リストビューを追加して、こいつのアラ、抜けた、これのアラインをレフトに、そして、この右側に詳細画面を表示するためのパネルを置いて、アラインをクライアントに、はい。まあ、こういう時もあのできる限り、どっちかに立てておくと、あの後でマルチデバイス開発入った時にも画面のズレが少なくなっていくのでいいかと思います。はい。そして、今度はこのパネルの上、表示用のエディターコンポーネント、と間違えた、エディットをコンポーネントパレットから大きい、ちょっと場所ずれちゃったんでこっちに付け直し、そしてもう一個がメモですね。 T メモを貼ります。よいしょ。ちょっと固定で打っちゃったんですけど、はい。で、こんな感じで、画面ができましたと。はい。で、今回作るのは、一覧の中にアニメのジョジョの奇妙な冒険というのがあるんですけれども、あのそれの、本体の名前を一覧に置いといて、エディットの方にですね、あのスタンドの名前とその能力を出すみたいな、そんな感じのプログラムです。はい。で、その動きとして、
まずデータを絶対に使うのに置かなきゃいけないのは FD メムテーブルってやつですね。はい、これ、メモリ上にテーブル情報を、まあ、テーブルってついてるんですけどクエリをかけたりすることができるコンポーネントでして、これをですね実は設計時にも使うとすごく便利なんですよ。その何が便利なのかっていうのをちょっとだんだんお見せしていきます。で右クリックしてファイルから読み込みで先ほどの XML データですねを使いましてデスクトップ、はい、読み込みまして読み込みますとさっきのデータが全部この中に入ってるわけですね。まあ、もしこうフィールドエディターを見ていただくとあのデータセットなので1個のテーブルそのものが入っていると思ってください。でフィールド追加すると分かりますが、まあ、スタンドの ID、 スタンドの名前、本体の名前、パート第3章とかですね、あとそれのインフォメーションですね、スタンドの、インフォメーションが入ってまして、これを見することができます。で、どうでしょう、ここからなんですかね、もし、まあ、昔の BD の開発をやってる方だと、いやリストとかメモとか全部 TDB で始まるやつじゃないのっていうことになると思うんですけれども、RAD Studio は今ライブバインディングっていう機能を持ってまして、それ使うと、データセットから直接、まあ、データセットだけじゃなくて、様々なものをデータセットとして扱って、その中から直接このプロパティをこいつに結びつけるっていうようなことができるようになってます。はい、でこれもちょっとお見せしていきますね。表示メニューからライブリング表示しまして、よいしょ、はい、これ見ると今フォーム上に乗っかっているコンポーネントの一覧がこれで表示されています。はい、こんな感じですね。リストビュー、メムデータテーブル、中にこんだけフィールド持ってますよと、まあ、メモとかエディットとかいっぱいあるじゃないですか。はい、この状態で出ています。で割り当てが可能なものに対して全部このようにプロパティの一覧が出てるんですが、今回使うのはメモとエディット2とエディット2上の方なんでね、でリストビューです。でここでリストビューをまず、まあ、メモテーブルとシンクさせます。でさらに画面上に表示させるのは本体名なので、この RL ネームっていうのをアイテムのテキストに割り当ててあげると、この時点でよいしょ FD メモテーブルを一回切って、あ、ちょっと待ってね、よくとアイテムテキストにで、あ、まあいいか、まあ、とりあえず結びつけていきますね。でスタンドの名前とインフォメーションをテキストに割り当てます。はい、でそうするとですね、リストビューに今、ごめんなさい、ちょっと、読み込みを再度させ直したらうまくできましたね。はい、まあ、こんな感じで読み込んだデータの内容を、ライブバインディング画面で、まあ、こう矢印引っ張るだけで一気にできましたっていうものですね。